ベイブメントは1990年代に活動したアメリカ合衆国のウルタナティブロックバインド。そのサウンドはローファイと称され独特のボーカルとギター、ポップなメロディで人気を獲得し、カルト的なファン層を獲得した。キャリアのほとんどの作品はマタドールレコードからリリースしている。いくつかの作品はマタドールが提携していたアトランティックレコードや キャピトルレコードによって流通が行われた。バンドは1999年に解散したが、2010年に再結成し、世界十数カ国を回るツアーを行った。2020年には、バンドの30周年を祝う再結成が計画されたが、新型コロナウイルスの流行の影響で延期になっている。ペーブメントの再結成ライブでのスティーブン・マルクマス1989年。 カリフォルニア州にて指導。最初期のメンバーは、マルク・マスとカンバーグだった。ヤングの経営する音楽スタジオでリハーサルを繰り返していたが、その頼んでもいないのに、ヤングが、ここは、こうした方がいいなどと作曲に口出しをするようになり、やがてメンバーとして加入。その後、イボルドとナスタノビッチを加え、デビューアルバム、スランティットエンチャンティットをリリース。 ザホールなどの影響を受けた、独自のローファイサウンドを鳴らして高い評価を受けた。その後、勝手にメジャーレーベルと契約しようとしたヤングをメンバーが解雇し、新しくウイストをドラマーとして迎える。続いて、ポップな曲をふんだんに盛り込んだアルバム、クルーキットレインで、商業的に成功を収める。このアルバムに収録された、楽曲、レンジ・ライフの歌詞にスマッシング・パンプキンズのバンド名を、 入れたことで、後にマルクマスとビリー・コーガンが、犬猿の中になるきっかけとなった。現在、スランティットエンチャンティット、クルーキット・レイン、ワー・ウィズ・オーイ、ブライトン・ザ・コーナーズの4作品は、未発表テークや B 面曲などを加えて2枚組にした、豪華特別版もそれぞれ発売されている。ありがとうございます。